風が強く吹いているは、三浦紫音による箱根駅伝を舞台にした日本の小説。2006年9月22日に新潮社より観光。新潮文庫より文庫版も観光されている。物語は二人の男子大学生を中心に展開される。2007年の漫画家、ラジオドラマ家を皮切りに。 2009年1月に舞台化、同年10月31日に実写映画化、2018年にテレビアニメ化、2020年に新作の舞台化が発表されている。2010年、第1回ブクログ大賞文庫本部門大賞を受賞。自らが引き起こした暴力事件により部活動をやめることを余儀なくされた天才ランナーの倉原宗は、 自らの足を万引きの道具として活かし、逃れるために夜道を走っていた。そこに偶然通りかかった、かつて競合校で走っていた手追いのランナー、清瀬ハイには、その走りに魅了され、自転車で、かけるを追いかけ、走るの好きかと問う。その問いに足を止めたかけるに対し、ハイジは、自らが学生の食事を作る生活面を管理している。 格安学生寮の竹青層に勧誘する。他に行くあてもなく、かけるが向かった青竹では、漫画オタクの美系、運動経験のない黒人、モテることを夢見る瓜り二つの双子、争い事とは無縁な高青年、司法試験合格済みの秀才、ヘビーズモーカーな25歳、就職活動に勤しむクイズ王と個性豊かな面々が、それぞれの大学生活を謳歌していた。 そんな彼らが集う、かけるの歓迎会で、ハイジは、ここにいる住人で、箱根駅伝を目指すと、高らかに宣言する。実は、青竹は、ハイジが箱根駅伝を目指すための、関西大学、陸上競技部連成所であったのだ。騙された、と抗議をする住人に対し、ハイジは彼らの心理を、時に巧みに、時に強引に掌握し、 箱根駅伝を本気で目指すために突き進んでいく。青竹の住人は大半が陸上素人ではあったが、トレーニングをしていくうちに、おののの長所を伸ばし徐々に力をつけていく。それに対し、かけるは当初な足崩しに付き合ってはいたものの、箱根駅伝出場については本気に捉えておらず、住人との温度差を埋め切れずにいた。そして初めての記録会で、かけるは、 大学陸上長距離会のトップ、藤岡一馬の走りを見せつけられた上、箱根への道のりの険しさを突きつけられ、焦って住人と衝突する。そんな、かけるに対し、ハイジはある言葉を投げかける。こうして、幾多の衝突を繰り返しながらも、青竹の住人は、箱根駅伝に出場し、天下の剣にたどり着くことを目標に、絆を育み成長していく。架空の大学で、 小田急線、蘇士ヶ谷大倉駅と成城学園前駅、京王線、千歳から須山駅が最寄り駅という設定。なおアニメ版では、成城大学が外観のモデルとなっている。2009年10月31日公開。配給は小竹。主演は、小出圭介、林健と。第83回キネマ旬報ベスト10第10位。 第31回横浜映画祭にて、新人監督賞、審査員特別賞を受賞。主要なキャストは、上記の登場人物の候を参照のこと。運の空フト氏の作画により、2007年から、週刊ヤングジャンプにて連載された後、月刊ヤングジャンプに移行して2008年9月号から2009年12月号まで、連載が続けられた。単行本は、全6巻。 大まかなストーリーは原作小説にほぼ沿っているが、連載誌が青年誌ということもあり、原作よりも男性向け漫画としての色合いが強く、高校時代のシーンや駅伝シーンはオリジナル要素がなされていたり、関西大学とシード権を争う、東京体育大学の面々の設定、登場人物の背景なども掘り下げられて描かれている。長く絶版となっていたが、2020年8月、 復刊 .com より、新装版、全4巻に、改めての復刊が発表され、2020年10月下旬から2021年1月下旬に、かけて刊行された。カバーは、運の空ふとしによる書き下ろし。また、反則用のボイスコミックも公開されている。漫画オリジナルの人物のみ。原作に登場する人物は、上記の登場人物の項を参照のこと。 新相番復刊に伴い各館の内容をボイスコミックとして再構成した動画が復館 .com 公式 YouTube チャンネルにて公開された。2020年12月から2021年3月にかけて全4回がアップされている。箱根駅伝応援スペシャルとして2007年12月24日から28日まで5日連続で文化放送にて放送された。 アトリエダンカンプロデュースで2009年1月から2月にかけて東京、富山、名古屋、仙台、大阪、福岡で公演された。公演の模様はワウワウで2009年7月27日に放送され、2009年10月28日に DVD として発売された。ストーリーは原作小説と基本展開は同じだが、舞台の性質上、 大幅な変更がなされており、ムサの掘り下げが違い、双子の要塞士への恋愛感情的な部分が省略され、藤岡と坂木がそれぞれ竹青草を訪ねてくる。2020年よりルーマネスによる新作の舞台化が発表され、同年6月に東京での公演が予定されていたが、新型コロナウイルス感染症の流行の影響で延期。翌千二十一年六月十六日から二十日に、 かけて上演された。また、同年7月10日、18日に、視野企画のディレイ配信が予定されている。2018年10月より2019年3月まで、日本テレビ、BS 日テレ、読売テレビ他にて放送された。ストーリーは原作の小説に準拠しているが、漫画版同様、オリジナルストーリーも多数描かれており、登場人物の掘り下げがなされている。 インターネットでは、バンダイチャンネルなどで配信されている。アニマックスでは、2021年1月1日と2日の15時から、一挙放送として放送した。倉原総役の大塚剛雄と清瀬灰二役の、豊永俊之による、ウェブラジオ、風が強く吹いているラジオで走るの好きか。が、おっと泉にて2018年8月27日に、 プレ配信後2018年9月24日から2019年4月15日まで配信された。ありがとうございます。